織姫と彦星の夜に卵かけご飯をさんからです。食べたのね。美味しかった。美味しかった。よかった。ジルジル。リエリー、上様、こんにちは。こんにちは。人気番組になるとちょっとジュルジュルが結構来てて、私卵かけご飯ね、あのジュルジュルにするタイプなの。白だしも入れると美味しい。あ、美味しそうだね。だ、ペンネームがいけないんだよ。ペンネームだよ。本当だよ。卵かけご飯食べたくなったじゃないか。食べたいよ。そこじゃないんだ。はい、はい、リエリー、上様、こんにちは。こんにちは。人気番組になるためにはどうすればいいのか、うん、答えは簡単です。モノマネです。人気番組になるにはお二人が人気声優になることが必須、うん、そして人気声優といえば何かしら周りの人々からモノマネされる宿命を背負っています。ショーなのー、ショーなのー。あ、割といけるいけるいける。森久保祥太郎でーす。名乗っちゃった。モノマネで一番やっちゃいけない、名乗る。すいません森久保さん。ショーなのーと思っていませんか。ショーなんです。逃げちゃダメなんです。ぜひお二人には相方のモノマネをしてみてどれくらい似ているかを判定してもらっていただきたいです。はあ、なるほどね。確かにモノマネされる方っていろんなとこで話題に上がるから、そうだね。美味しいなっていつも思ってる。あ、欲深きた感じが。欲深いわ。現れましたね。そのとこでもなんかモノマネされたいなってでもずっと思ってた。え、でもモノマネする方はどうなの、得意なの。私リゼロラジオで、あのリエーションのモノマネを仕込んでもらいました。仕込んでもらった。うん、あのリエーションと共演してる方が特にリゼロの番組多かったから、どういうことすればリエーションに似るかなっていうのをいっぱいいろんな人に、うん、教えてもらって。え、聞きたい。そうですね、あの村川理恵です。あ、ちょっとやめて。関心って一番難しいから。本当に。いや、でも今ね、あのジェスチャーでちゃんとあの人差し指をこう、眉間に当ててみたいな、そのジェスチャーもしてくださって、いや素晴らしいですよ、完成度高い。これもね、教えてもらった賜物で。ということですね、本日はモノマネをすることで人気番組に向けて向上してみたいと思いますよ。では早速やっていきましょう。なるほど。向上スタート。じゃあこれまず引く、引いてワードがあるかも、ね、なんかね結構あって、 それを引いて、私が引いたらレイナにやってもらう感じね。オッケーオッケー。じゃあまずこれから。はえはえ。では早速やっていきましょう。工場スタート。ちょっともっと、カとの差を出して。え、カとの差。カ、カじゃないんだ。これカ。もっと、ブブ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 。え、確かにこれをね、いきなりやられてもハエってみんなわかんないかもね。誰。ハエってどんな音がするんだろうね。ブブブブブブブ。うわー、でもそうなっちゃうよね。ねえ、あ、じゃあ私が次はリエがやるモノマネのレナに弾いてもらう。そうだよね。はい、いきます。じゃじゃん。いきなりハエ来たもんな。次。嘘でしょ。これど、人間なのかそれとも本当にこれなのか。メスゴリラ。メスゴリラって、メスのゴリラ。はい、はい。なんで早くない、ダブラシすんの。え、飲みすぎたのかな。あ、でもそれもでもいいかもしれない。飲みすぎたメスゴリラ、人間的な意味で。人間にメスゴリラはとんだ罵声だよ、本当に。本当にひどいよ。私はね、動物さんの方の、あの、女性のゴリラさん。をイメージしてやったんですけれども。なるほどね。あの、どっちかというと、オスのゴリラさんを見つけて喜んでいるメスのゴリラさん。ちゃんとシチュエーションがあったんだ。ええ。酔ってるみたいだった。もう一回ね、あの、多分ね、アプリだから聞き直せると思うんで。もう一回聞いてもらえたら、私があの、オスに発情してるメスゴリラっていう。よく人前でやったね。だって出たんだもん。レーナ聞いたんだもん今。ごめんごめん、出たものはやるよ。じゃあ次レーナね。はい。あ、いきます。バイキンマン。あ、うちの先輩や。弊社 AT1 プロデュース先輩、中尾流星さんが CV を担当されているバイキンマンさんのモノマネ、工場スタート。バイバイ。
を解放して。もっともっと。バイバイ。まあ努力は認める。頑張ったよね。なんかそんな寂しそうな目でこちらを見ないで、私はやんないから。友達なら一緒の痛みを味わってくれるよね。絶対、いや絶対、一緒の痛みを味わってくれるよね。なんでバイキンマン2回もやんなきゃいけないの。頑張ったよ。痛み分けだ。そうだね。え、そして私もう一回やんの。これ次私の段だよ。ありがとう、うん、本当にありがとう、心が救われたよ、うん、次のモノマネ、クレヨンしんちゃん。結構ちゃんと国民的アニメを抑えてくるんですよ。てか幅広、ハエからクレヨンしんちゃん。おら、しんのすけだぞ。ね、早くない？もうちょっとなんか同情の余地あったんじゃない？あ、おおい。なんかさ、メスゴリラ抜けないんだけど。メスゴリラが残ってるよ。傷ついちゃったね。傷ついてるよ。はい、じゃあそんなわけで最後はね、レイナにこれでやっていただこうかと思います。はい、はい、お題は高橋理恵。モノマネされたいよ、私も。モノマネされる人気声優になりたいよ。わー、人気声優だよ。もう人気声優としてじゃあモノマネしてください。皆さんこんにちは、高橋理恵です。なまってない。人間じゃなくない。え、私のメスゴリラのが上手いって絶対。あ、いいの。そう、ポイントはスーって伸ばすところってね。確かに、うん、確かに、うん、皆さんこんにちは、高橋理恵です。理恵です、うん、これであなたも高橋理恵です。素晴らしい。はい、じゃあ続きまして、うん、高橋さんにやっていただきたい最後のモノマネ、はい、上田玲奈。そうですね、私冷蔵庫を買ったの。冷蔵庫、冷蔵庫、そう、冷蔵庫買って、ね、冷蔵庫全然使ったことなくて、冷蔵庫買ったの。ちょっとバカにしてるでしょ。してない。してない。でもあの感情の振り幅がめちゃめちゃ大きいから、あの上田玲奈ですって入った後に、うん、すっごい自分のホットワードがあった時にガンって上がるから、冷蔵庫ってなるの。そっか、だからいつもミキサーさん困らせるんだ。そんな反省しないで。モノマネのねコーナーですから。二人とも、あ、我らも、あ、私も確かに突然大きな声出す。そっか、違うタイプの意味で、うん、お互い大きな声を突然出しますね。似た者同士だね。そうだったね、うん、もう大変だ。私もポンちゃんとか言われたら気をつけなきゃな。はい、いやです、今回は終了です。という感じで、こんな感じで私たちの、ポンちゃん可愛いと思うよ、私好きだよ、だからレアナだけのものだと思ってね、もういい、私がお邪魔してしまうの、閉めて。はい、こんな感じで私たちの番組が向上していく企画案をお待ちしております。お、ポンちゃんってことはリエがコツちゃん、コツちゃん。コリッコリ、なんかめっちゃコリッコリ。そんなわけで、じゃあ、あのポンちゃんとコツちゃんで、コリコリしてる私、コツちゃんでお送りしました。以上、しごはじ向上委員会でした。しごはじモノマネです。おら、しんのすけだった。皆さんこんにちは、高橋理恵です。冷蔵庫買ったの。冷蔵庫、よく人前でやったね。